Under a minute to go here in the half, and the Lakers in desperate need of some stops. I've lost 62 in a row. I lost track. 62. That's a nice string. That really is a nice string. NBA record, 97. Michael Williams. Kobe missed it! NBA Times をご覧の皆さん、NBA ジンクスエピソードのパート2へようこそ。パート1を楽しんでくださった皆さんは、パート2でも楽しんでもらえるかと思います。早速ですが、パート2のエピソードに入る前に、前回の動画のおさらいも兼ねて、トレシー・マグレディの新たなエピソードをご用意したので、まずはこちらをご覧いただいてからパート2の本編をご覧ください。2003年、オーランド・マジックがピストンズに対し、ファーストラウンド4試合を終了して、3勝1敗のリードとすると、マグレディは早々と、セカンドラウンドへの進出は気分がいい、というようなコメントを残しました。しかし、皆さんご存知のように、あの思い上がった発言の後に、ピストンズは驚異的な強さを見せつけ、続く3試合を圧倒したのです。まるでジンクスを自身にかけてしまうという典型的な例を見たようでした。We had these guys 3-1, and things were looking promising to us. And you said? And I don't know what was said. I think 3-1 being up, he got up on the stand. Yes, he did, said, with his chest out too. And finally, it was good, and we're going to get out of the first round. このように前回の動画では口は災いのもとというテーマで様々なエピソードをご紹介してきました。さてここからはパート2の面白いエピソードを皆さんにご紹介していきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。2013-2014 シーズンの前半、インディアナ・ペイサーズはチャンピオンシップ争いに絡んでくるチームと思われました。昨シーズンのイースタンカンファレンスファイナルで激闘の7試合を戦い抜き、その勢いのまま翌シーズンに突入した形になったかと感じ取りました。シーズン前半は33勝7敗という驚異的な成績を残し、ポール・ジョージ、ロイ・ヒバートの2人は2年連続でオールスター選手かという絶好のコンディションだったのです。ヒバートは NBA で最高のリムプロテクターの一人と言われ、そしてもう一人のポール・ジョージは NBA 最高のツーウェイウィングと言われていました。その二人の脇をランス・スティーブンソン、ジョージ・ヒル、デビッド・ウエストという鉄壁のディフェンス陣で固めるスターティングメンバーを布陣していました。チームはそうそうたる顔ぶれで、頭一つ抜きん出ている状況だったのです。しかし2014年2月25日の写真撮影が全てを変えてしまったのでした。GQ の表紙を飾ったこの写真が撮られた当時のチーム成績は42勝13敗でした。しかしこの写真の撮影後、チームは失速していったのです。その後の残りのレギュラーシーズンを14勝13敗という成績で終えたことで、その間ロッカールームでは様々な修羅場が繰り広げられました。チームメンバーのツイートを見ると何かがうまくいってないことがわかります。エヴァン・ターナーとランス・スティーブンソンはプレイオフの直前にリポーターの目の前でつかみ合いの喧嘩までしてしまいます。しかしペイサーズはこのような状況でもなんとかイースタンカンファレンスを1位で突破しカンファレンスファイナルへと進出しましたが、チームにとってこれまでよりもずっと厳しい戦いとなってしまったのでした。プレイオフで対戦したホークスとウィザーズにはかろうじて勝ったものの、シーズン前半に見せたあの勢いは見る影もありませんでした。ヒバートはプレイオフの一夜で笑い者になり、自分自身を失ったようにも見えました。さらにその頃ポール・ジョージがヒバートの婚約者と肉体関係を持っているという噂が流れ、あの写真撮影後の夏にジョージはアメリカ代表チームの練習試合中に痛々しい深刻な怪我を負ってしまい、キャリア流星期にほぼ1シーズンを欠場する羽目になってしまいました。ジョージの欠場は2015年のプレイオフ出場を妨げるものとなったのです。 GQ はそもそもポール・ジョージ単独での撮影を依頼していたみたいですが、ジョージがチーム全員での撮影にこだわっていたのでした。チームはあの忌まわしい写真撮影の呪いから立ち直ることができないように思いましたが、ついにポール・ジョージはあのひどい怪我を克服して戻ってきたのでした。そしてその後間もなく単独で CM に出演し、その CM はたちまち評判になっていったのです。しかしこの CM が2017年に放送されて以来、
ジョージに向かって勝負ありというのは敵チームの方となり、この CM で彼の運気がいい方向に向かうというよりは下がっていったようにも見えました。それから2017年のプレーオフのファーストラウンドゲーム1で CJ マイルズがシュートを外した後、ジョージが言ったことを覚えている人はいるでしょうか。 I talked to CJ about it. Situations like that. I gotta get the last shot. そしてこの言葉通り、そのシリーズの第4戦目で彼が言ったような状況でシュートを打つ機会が巡ってきました。Trying to get free. George for the tie. Missed everything. 皆さんはポール・ジョージがダミアン・リラードにブザービーターのスリーポイントシュートを決められ、その後のインタビューでダミアン・リラードのウィナーショットはバットショットだったと記憶されるだろうというコメントを残したことを覚えているでしょうか。 Yeah, I mean that's a bad shot. Care what anybody says. That's a bad shot. But hey, he made it.That story won't be told that it was a bad shot. 後にこのコメントが思いがけないブーメランとなってポール・ジョージを苦しめることになるのでした。というのもポール・ジョージが放ったシュートがあまりにひどいシュートで、彼のシュートこそがバッドショットとして記憶されることになったのです。ベベリー kicks it out. They've gotten a number of second shots though. George way off. It's the side of the backboard.ポール・ジョージはリラードのシュートの仕方について話していたものの、リラードのことについて語った後にバットショットをさせられるという宿命のようなものを感じました。この時点ではポール・ジョージの口をついて出てきた言葉すべてが裏目に出ているような印象でした。 Yeah, I'm used to it. I'm used to this. Yeah, I ain't met player P yet. シーズンのゴールデンステートウォリアーズがシーズン終盤にかけて目の覚めるような快進撃を始めると、チームは2007年当時の We Believe Warriors を引き合いに出される局面が多くありました。しかしドレイモンド・グリーンに言わせてみれば、2007年当時のウォリアーズと現在のウォリアーズを同じように比べるのは失礼なことだと言っているようなのです。 The streets are saying that you guys are the We Believe 2.0. What is your response to that when you hear it?I love the We Believe team, but they had their thing and we got ours. You know, the We Believe days are over. We won three championships. I'm not part of no We Believe team. No, we're not no We Believe 2.0. Got f***ing Steph Curry on our team. Crazy.こういったことから2007年の We Believe Warriors がプレイオフ進出を果たしたのだから、今の Warriors が進出できないわけがないと、このように思う方も少なからずいますよね。5 seconds remaining.Curry makes his moves, finds Green. Green drives down a lane, the floater's up, no good, overtime. 決まっていれば第8シードでプレーオフ進出という残り数秒で大事なシュートを打つのに、ドレイモンドはふさわしかったと言えたのでしょうか。ドレイモンドが断言した、俺たちは We Believe Warriors Part 2じゃないというのは結果的にある意味正しかったと言えたのではないでしょうか。突然ですが、このシーンを見たことがある人は多いかと思います。カイリー・アービングがチームのロゴをセルティックスのファンの目の前で悪びれる様子もなく露骨に足毛にしたのです。ロッカールームに引き上げる間に少しその報いを受けることになりましたが、ジンクスの神はそんなものではカイリーの行いに対する罰が十分ではなかったと思ったのでしょう。というのもまさにその次のラウンドでセルティックスのロゴを踏みつけたその足首をカイリーは痛めることになったのです。さてここでの疑問は、幸福を象徴するレプラコーンがカイリーの怪我に影響を与えたかということです。レプラコーンは顔を蹴られた後、密かに復讐を狙っていたのでしょうか。幸運を象徴するものだけにカイリーが行った行動に非難が殺到していました。そして瞬く間に拡散されたこの音声を覚えているでしょうか。 You know, I felt like I was the best option on every team I played for, you know, down the stretch. This is the first time in my career where I could look down and be like,確かに今年のプレーオフで KD がキープレイヤーになっていたのは確かです。しかし面白いのは、カイリーが最初のコメントをしてからデュラントにジンクスをかけてしまっただけではなく、自分自身にも意図せずかけてしまっていたのでした。ダウン1、イルヴィング7セコンド、イルヴィング3、ノー
chance here. His jumper won't go. That's it. Irving and Durant miss clean looks. That motherfucker can make that shot too. そして最後にご紹介するダミアン・リラードが NBA 2K の表紙を飾るプレイヤーに選ばれたと発表された時、誰もが当然のことながらあることを心配したかと思います。なぜならこの表紙に選ばれたどのプレイヤーもその後不運に見舞われていたからなのです。これは周知の事実ですが、この他にも多大なダメージを引き起こす超自然現象をご紹介していきましょう。今年日本でも公開されたスペースジャムの呪いが 100% 本物だと固くなに信じている人がいるようです。これを分析すると実はこの説に信憑性があることがわかります。それはスペースジャムの全キャストが最近何らかの不運に見舞われているということです。ザ・ブローを演じるアンソニー・デイビスは鼠径部の重い怪我に悩まされ、それが今年のプレーオフでレイカーズが早々に敗退した大きな理由でもあります。クロノスを演じるダミアン・リラードは素晴らしい活躍を見せるもジャマール・マレーを欠くナゲッツに敗退しました。そしてブレイザーズのバックオフィス内の収まることのない混乱にも見舞われています。ウェットファイヤーを演じるクレイ・トンプソンはこの映画に出演したことによって先に述べたような不運をウォリアーズ全体に撒き散らしてしまったのかもしれません。チームはプレイオフにすら進出できませんでした。これだけではありません。クレイのチームメイトであるドレイモンド・グリーンがスペースジャムの撮影現場で目撃されていたようです。ドレイモンドだけにとどまらず、チームにもジンクスの影響が及んでしまっているのです。そしてこの映画のキャストを検索してみると、意外にもカイリー・アービングがキャスト一覧に登場していました。この動画でカイリーが何度も登場する理由がこれで明らかとなりました。そして言うまでもなく、この映画で主演を務めるレブロン・ジェームズはプレイオフのファーストラウンドであっさりと敗退しています。これはレブロンにとって NBA デビュー以来初めてのことでした。これは注目に値する出来事と言えるでしょう。このように NBA 界には不吉な呪いやエピソードが至るところで噂にされ、その悪運がジンクスとしてプレイヤーに降りかかってきているのです。今回の動画は以上で終わりとなりますが、動画で紹介した以外にも印象に残るジンクスがある方はぜひコメント欄でコメントしてください。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。